ボルボ XC70 はスウェーデンの自動車メーカー、ボルボカーズが製造、販売していたクロスカントリータイプのエステートワゴンである。ステーションワゴンについては V70 を参照。後継モデルはボルボ V90 クロスカントリー。1998年ミドルクラスワゴンの V70 をベースに作られ、初代発売モデルの車名は V70XC であった。 XC をクロスカントリーと読ませていた。V70 とは、フロントグリルや樹脂バンパーなどの一部外装品が異なるものの、外装や内装など、基本的な部分は V70 と共通である。2001年2月初代同様、V70 とは、フロントグリルや樹脂バンパーなどの一部外装品が異なるものの、外装や内装など、基本的な部分は V70 と共通である。 翌年には社名を XC70 として独立。これが後の XC 系モデルへとつながる。なお、外装品には V70 と似ている部分があるが、樹脂バンパーなどを装着するなど、本格黒缶ステーションワゴンとして、なおと驚かせた。エンジンも排気量が増し2.5リットルとなり、可変バルブタイミング機構により 208PS を発揮。以前はフルタイムオードであったが、 この台からハルデックスカップリングオードという通常 GFF からフロントタイヤのスピンを検知すると後輪にも駆動力を配分するシステムを導入した。また、後部トランク部分に折りたたみ式の後ろ向き2人掛けシートを装備した7人乗りもオプション設定されたが実用性はなくあくまでも応急用のシートであった。2005年にはマイナーチェンジが施される。 ハルデックスオードシステムがプレチャージ式となり、通常同期も FF ではなく常時80ナメートルが後輪にも伝えられるオード方式へと変更された。これにより、アクロや雪像での発進がスムーズになった。また走行中の姿勢を安定させる DSTC システムを追加。外観ではアルミ製のアンダーガードのデザインが変更され、 フロントリアどもにより SUV 前としたルックスとなった。あの有名な映画、パイレーツ・オブ・カリビアンに登場した船、ブラック・パール号をモチーフに、特別使用者、ブラック・パール・エディションが追加される。このグレードは、世界400台限定となっている。ブラック・パール・エディションには、鉱石モニターなどの快適装備が充実している。また、ボルボが主催する、ヨットレース、ボルボ・オーシャンレースを記念し、 ブルーの鮮やかなボディローした世界200台限定のオーシャンレースリミテッド特別使用車も登場する。フル装備に加えダンパーの減衰力をボタン一つで調整できる。4C ーシーと言われるアクティブパフォーマンスシャシーが装備される。2007年10月フルモデルチェンジされる。これまでのレトロなデザインは廃止され、現行の V70 と同じようになった。これまではバンパーは 全面樹脂を使用していたが、フォグランプの部分に樹脂を使用するなど、デザインも一新された。エンジンも、今までの直列5気筒2.5リットルから直列6、気筒3.2リットルへ変更。さらに、DSTC の標準装備か、ヒルディセンドコントロールも、標準装備とし、アクロ、接動での走破性を強化した。また、快適装備もシートヒーター。 後部独立オーディオコントロールなどを標準装備化し、通常の V70 よりもクロスカントリーらしく作られている。車体も大型化したが、これはフォードモーター参加において北米での競争力強化の意向を組んだ結果と思われる。現在は中国の吉都市グループ参加となり、世界的なダウンサイジング化を受け、車体こそ変わらないものの、エンジンは FF が2.0リットル。 高度が3.0リットルとなり、燃費も向上させている。2011年、4WD には、3.2リットル SE と言われる、グレードであったが、エンジンを3リットル直列6気筒、T6 に変更される。なお、T5 は2007年モデルより既存のままである。マイナーモデルチェンジを行い、メーターの液晶化、ナビの配置変更、グリルの変更がされ現在に至る。 2017年2月に V70 の後継者である V90 が登場したことにより生産終了となったが、その精神は V90 クロスカントリーに引き継がれている。ありがとうございます。